はがき。はがき、はがき、はしがきは、手紙の形態の一つ。郵便はがきの略。カタカナで、はがきと書く場合もある。はがきは、宛先と本文を一枚の厚めの紙に書いて、封筒に入れずにそのまま送付する形式の手紙である。日本、アメリカ合衆国、ドイツなどでは、はがきに、一定の規格、様式を設けており、 郵便物の一つの区分になっている。一方、イギリス、フランス、イタリアなどでは、はがきは、通常の書状、だは、小型書状と同じ扱いで、別の区分にはなっていない。郵便事業は、通常、国家事業や、公社的事業であり、国家、または校舎、もしくは校舎に準ずる事業体が発行する、郵便はがきと、民間の印刷業者などが発行する、 郵便はがきの2種類が存在することがある。前者は、完成はがきあるいは、後者性はがきと呼ばれるのに対し、後者は、姿勢はがきと呼ばれる。完成はがきの場合、はがきの表面に切手と同等の効力を持つ額面が、記載された、両学院面が印刷されており、これが、料金支払い済みであることを示す。他方、姿勢はがきには、そのような印面は印刷されておらず、 郵便事業体から料金分の切手を購入し、はがきに貼り付けなければならない。1895年のバイエルン王国の郵便はがきであるを一例に説明すると、右上の両学院面は、ニュルンベルク、ナーンバーグの4月27日の消印で抹消され、左下には4月28日付のミュンヘン、ムーンキンの到着印が押されている。アメリカ英語では、完成はがきを ポスタルカード、姿勢はがきをポストカードと呼ぶが、イギリス英語では、両者ともにポストカードと呼んでいる。はがきは、基本的には、封書と異なり、カード上となっているため、文章内容が他人に読み取られうる状態で配達される。企業が発送する、請求書、領収書など、プライバシー保護などの理由で内容を取得したいものは、従来は、封書で発送されていたが、 近年では郵送費の節減を目的として、ハガキを利用するケースが増加している。この場合、記載事項が見えないようにするため、目隠しシールを貼ったはがきや、薄く貼り合わせた接着はがき、圧着はがきや、風管はがき、風管はがきと、通称されるを使用する。一般家庭や個人商店用に、風管はがきを作成できるキットも存在する。はがきは、はしがき、つまり、 単、書きから派生した言葉で、橋書き、ね書とも書かれた。古文書学においては、文書量子の右端を、単と称し、単部分には、橋書き、橋書きと呼ばれる覚書、メモ等が記されていることが多いことから、もともと、橋書きは、紙片等に書き付けた覚書、また覚書等を書き付けた等の紙片等をも意味した、紙片に記したメモを文書に貼り付けたものは、 付箋や押し紙などと呼ぶこともある。江戸時代には金銭関係の最速上や通知文書が箸書きと呼ばれた。明治時代に郵便制度ができてからは、もっぱら郵便はがきの意味で使われ始め、はがきという表記が一般になったとさる。そのため、今日、はがきといえば一般的に郵便はがきのことを指すが、はがきは当て字であり、単の代わりに、 葉を使う理由については、たらよう、たらようの木から、葉がの、葉が来た、など諸説あり、確かなことはわかっていない。日本では、郵便葉書は、第二種郵便物に区分されている、郵便法第21条第1項。日本では、江戸時代に、全国的に、諸街道が整備され、特に、江戸後期には飛脚による、通信網が形成され、 近在や遠隔地との書簡による公的、私的な情報伝達が行われていた。書簡の中には近代以降のハガキに相当するような書式も単純で儀礼性が薄く高等伝達の代用手段として用いられた簡易書簡も存在した。これらは飛脚以外にも使用人や家族を介しても伝達が行われ。 郵便制度の確立以前から簡易所管による情報伝達が盛んであったと見ることも可能である。こうしたことと関連づけて、後の郵便制度確立以降のヨーロッパ諸国と日本の郵便物に占めるはがきの割合を比較し、ヨーロッパ諸国が5%から20%の割合であるのに対し日本は0%を超える高い割合であることを指摘する研究もある。 このような近代以前の通信文化を背景に、明治に入ると交通が、さらに発達するとともに政府による郵便制度が開始され、当初は切手制度、すなわち料金の支払いを示す切手、宛先を記す封筒、本文を記す便箋の3点を用意して送る。封書による郵便が先にスタートするが、間もなく一枚の紙が切手、封筒、 便線の三役を兼ねる完成はがき制度が導入されると簡単な内容を軽に伝達できることで人々の間に浸透した。また、明治33年、1900年には姿勢の絵はがきの発行が許可され一般的になった。明治後期には絵はがきが流行し、ハガキは私的な通信手段のみならず時効のニュースを伝えるメディアとしても発達した。 アメリカ合衆国やドイツなどでは、ハガキに一定の規格、様式を設けており、郵便物の一つの区分になっているが、イギリス、フランス、イタリアなどでは、ハガキは通常の書状、または小型状と同じ扱いで別の区分にはなっていない。アメリカ合衆国では、アメリカ合衆国郵便公社、アスプスが郵便事業を行っており、ハガキに区分される。 郵便物のサイズは1 5 2 0 8 0 0 4トルまでのものである。なお、料金設定には政府規制機関による承認を要する。ドイツでは、はがきに区分される郵便物のサイズは 23.5×12.5 までのもので紙の壺量が1 5 0 g 5 0 0 g ルのものである。なお、料金設定には 政府規制機関による承認を要する。完成はがきは普通、無地であるが、停戦を印刷したものなども発行されていたことがある。また、郵政が発行した絵はがきも存在する。絵はがきは1870年頃、ドイツにおいて草案された。19世紀のドイツ諸国では、ある程度以上の枚数を注文した場合、あらかじめ絵柄をすり込んだ完成はがきを作ることができた。 これに対し、姿勢はがきは無地のままでは、ただの規格サイズの紙片に過ぎず、商品価値が希薄なので、通常は見た目に美しい絵柄や写真等を印刷してある。このように、絵柄や写真等が印刷されているはがきを、絵はがき、ポストカードと呼ぶ。およそ明治20年代に日本に導入され、1904年。 明治37年頃彩色木版による市販絵はがきが多数発され流行した。絵はがきは写真絵はがきと差し絵はがきに分かれ、目的に応じて観光絵はがき、記念絵はがきなどにも分かれる。名画や肖像を絵柄にすることもあれば、差し絵画家が専門にイラストを描いて絵はがきの図柄を作成することもある。和文通話表で葉を送る際に、 はがきの葉という、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。